アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月27日、場所は九州福岡博多の森陸上競技場にて、2022九州学社会人アメリカンフットボール協会主催プランボールトーナメント順位決定戦、ユニコーン対 CA コルベッツの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側、本日は上位チームとなりリーグ戦2位の順位を獲得しております。手前側に陣取っておりますカラーのユニフォームがユニコーン、九州社会人において名を轟かせる強豪チームの1チームです。今季リーグ戦におきましては熊本マーベリックスに苦杯をなめる形をしておりますが、この順位決定戦に勝利しまして最終決定戦となるプランボールへの出場をかけて戦います。対しましてその反対側に陣取り、本日はビジターホワイトのユニフォームをまとっているのが CA コルベッツ、こちらは今季リーグ3位の順位になっております。かつてはこのチームもリーグを制覇する強豪チームでしたが、現時点はその順位下位に甘んじておりますが、このトーナメントの一戦に勝利しまして最終節にありますプランボール九州社会人今シーズンの優勝決定戦に進む権利を勝ち取らんと、この一戦に挑んでおります。この両雄によります一戦が間もなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年11月27日、場所は九州福岡博多の森球技場にて、2022九州社会人アメリカンフットボール協会主催プランボールトーナメント順位決定戦、ユニコーン対 CA コルベッツの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。これより両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが上位チームとなりますユニコーン、本日はチームカラーの黒のユニフォームをまとっています。奥側にありますのがリーグ戦3位になりました CA コルベッツです。この試合に勝利したチームが最終節九州社会人今季優勝決定戦となるプランボールトーナメントへの出場権を得ます。ユニコーンキックオフ、 CA コルベッツリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式ゲージで行われます。両チーム試合開始前のウォークライハドルを解けまして、まもなく試合開始の時を迎えます。まず試合はユニコーンのキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーは18番の選手が務めるようです。18番は新藤、福岡大学出身。
失礼しました。キッカーは49番が務めています。さあコルベッツリターンに入りました。このリターンはコルベッツ陣20ヤード付近でボールデッド。この位置から CA コルベッツの攻撃となります。リターナーは5番の久野でした。福岡大学出身。キックオフキッカーは48番の雪政でした。こちらも福岡大学出身です。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと攻撃回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは CA コルベッツ自陣20ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃です。ここでまず CA コルベッツ攻撃チームがボールの開始点より後方より一度だけできる前パスを展開しました。クォーターバック14番ワイドレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスは届かず、パス不成功です。前パス失敗ですと攻撃権を1つ失い、ボールは元の地点に戻されます。従いまして CA コルベッツボールオン自陣20ヤードの位置変わらずからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック14番再びパスプレー、今度は中央付近に走り込んだワイドレシーバー29番にパスを通しまして、一気に10ヤード以上前進し攻撃権更新を果たしました。これによりニューリコン、CA コルベッツの攻撃は再び1回目に戻ります。CA コルベッツファースター、パスを投じたクォーターバック CA コルベッツ14番見事なパスでした。それを取りましたワイドレシーバー29番も素晴らしいキャッチでした。レシーバー29番は岡本、帝京大学出身。パス不成功、三度パスプレーから展開を図りましたが、しかしこのパスプレー今度はユニコーンがパスカットしまして、パス不成功としました。これにより CA コルベッツ攻撃権1つ失ってセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。ボールオンはコルベッツ陣40ヤードから CA コルベッツセカンドダウン10。パス成功、ファースター。今度は左側に外へ展開しようとしたレシーバーにパスを投じました。このパス見事通りまして、 CA コルベッツ攻撃権更新です。1回目の攻撃に戻しました。 CA コルベッツファースター。コルベッツ相手陣に入りまして、相手陣48ヤードからファースターアンテン。パス不成功、クォーターバック14番ここでパスプレーを重ねていこうとしましたが、今度はユニコーンプレッシャーありまして、このパスは投じることができず投げ捨てました。前パス失敗となりますので攻撃権1つ失いましてセカンドダウンに変わります。CA コルベッツ相手陣48ヤードからセカンドダウン10。ここでランニングバックに託しまして、ランプレーによる突破を図りました。キャリアは5番、しかしこれをユニコーンディフェンスライン陣が踏ん張りまして、このランプレーむしろ2ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。ボールを持った選手が倒れたところまでがその獲得距離となるので、この場合マイナス2ヤード。下げまして CA コルベッツサードダウン12となります。ボールオンは中央付近のハーフウェイ。パス成功、失礼、パス不成功です。クォーターバック14番中央付近に入り込んだ44番にパスを投じましたが、これはユニコーンのディフェンス守りよくパス不成功となっています。
CA コルベッツフォースダウン4回目の攻撃に変わります。ボールオンはハーフウェイ、 CA コルベッツフォースダウン12、最後の攻撃権でフォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックによる陣地挽回を図ります。パンターに入りましたのは19番の小倉、久留米大学出身。このパントはコントロールよくボールをユニコーン陣8ヤード付近で留めました。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。しかしこのパントにより陣地を大きく相手陣に押し返す形に CA コルベッツ成功しました。この一連の攻守交代となります。今度はユニコーンが自陣8ヤードからの自陣14ヤードからの攻撃に入ります。ボールデッドの位置は14ヤードの位置でした。しかしこれにより攻撃権を得ましたユニコーン。ここの地点から1回目の攻撃に入ります。ユニコーンファーストアンテン、ファースター。クォーターバック11番ハンドオフフェイから自らキープ、左オープン展開して相手タックルを見事なステップワークでかわして攻撃権更新としました。ユニコーンファースター、素晴らしいフットワークで攻撃権更新果たしましたのはユニコーン、クォーターバック11番の島田、神奈川大学出身。ユニコーンボールを自陣38ヤードの位置に進めてのファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック11番今度はパスプレーに転じようとしましたがプレッシャー集まり左ロールアウトしましたがターゲット見つからずパス不成功となりました。攻撃権一つ失ってセカンドダウンに変わります。ボールの位置変わらずユニコーン自陣38ヤードからセカンドダウンテン。クォーターバック11番今度は右サイドライン際に走り込んだワイドレシーバー13番にパスを通しまして攻撃権失礼しました約8ヤードのゲインとしています。取りましたワイドレシーバー13番は吉田、福岡教育大学出身。ユニコーンサーダウン2、ボールオンは自陣46ヤードの位置にあります。パス不成功。クォーターバック11番ここでパスプレーでお展開しようとしましたがプレッシャーからパスを投げ捨てました。攻撃権一つ失いましてフォースダウン最後の攻撃と変わります。ユニコーンフォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。こちらはパントにより攻撃権放棄陣地挽回を図ります。このパントは CA コルベッツ陣23ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。
総大友、試合の最初の攻撃シリーズは共にパントという形に終わりました。まず初手をお互い封じた形になりましたが、さあこの次のユニコーンの攻撃、失礼しました、 CA コルベッツの攻撃はどのような形になるでしょうか。 CA コルベッツ、自陣23ヤードからファーストダウン10。ここでパスを投じようとしました。しかしその見計らったところで C ユニコーン6番が QB サーク、パスを投じる前に仕留めました。約8ヤードのロスを奪っています。見事 QB サークを決めましたユニコーンの6番、溝田、佐賀大学出身、チームの今季加入のルーキープレイヤーです。これによりコルベッツ自陣15ヤードからセカンドダウン18の状況に変わります。パス不成功。クォーターバック14番、右スプリントアウトからワイドレシーバーを探しつつパスを投じましたが、しかしディフェンスのカバーよくパス不成功に終わっています。ダウン一つ失ってサードダウンに変わります。CA コルベッツ自陣15ヤードからサードダウン18、攻撃権更新に必要な距離18ヤードをこのワンプレーで取ることができるでしょうか。パス不成功。ここでクォーターバック14番はロングパスを選択しました。しかしこれはユニコーン陣のディフェンス陣がカバーしており、パス不成功に終わっております。ダウン1つ失ってフォースダウンと変わります。CA コルベッツフォースダウン18、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣15ヤード。ユニコーンリターン。果敢にも中央突破を試みまして、相手陣38ヤード付近でボール攻撃開始の位置を確保しました。勇敢なリターンをしましたのはユニコーンリターナー9番のプレイヤーです。9番は諸門、蛍商科大学出身、かつて北海道学生リーグにおいてその名をとどろかせた強豪チームである蛍商科大学の OB がここで活躍しています。ユニコーン相手陣38ヤードからファーストダウン10。さあ中央でのプレー、何枠5番ハンドオフを受けて中央突破、密集点をつくようにリードブロッカーを生かし約7ヤードのゲインを果たしています。何枠5番は栗原、福岡教育大学出身。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることがございます。いわゆる熱中症対策としてこの試合ではクォーターの半分でタイムアウトが入っております。
さあ、ウォーターブレイク解けまして、これより試合再開となります。ユニコーン相手陣30ヤードからセカンドダウン3で試合再開となります。ユニコーンセカンドダウン3、シエコルベッツナイスディフェンス。再び中央のランプレーで突破を図りましたが、これはシエコルベッツ51番53番が見事に対応しまして、このランプレーゲインなしとしています。見事な対応しましたシエコルベッツ51番は鳥貝、琉球大学出身、53番は梶原、九州産業大学出身です。CA コルベッツ、ステイ、ユニコーン、サーダウン3。ナイスラン、ファースター。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団によりフィールドに黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。この反則、現在審判のコールにより確定しました。オフス、ホールディング、オフェンスの反則です。オフェンスチーム、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。掴まず、握らず、押すことだけが許されています。反則発生しました時点から10ヤード抜体となりまして、サードダウンやり直しとなります。ユニコーンサーダン8、ボールオンは相手陣35ヤード。インターセプト。ここでユニコーンパスプレーにより攻撃権更新を図ろうとしました。しかしそのパスを取ったのは CA コルベッツ99番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしました CA コルベッツ99番は草場、久留米大学出身のチームのルーキーです。これにより攻撃権変わりまして CA コルベッツの攻撃に変えます。ボールオンは自陣25ヤードから CA コルベッツファーストアンテン。パス成功。クォーターバック14番、左側にいたワイドレシーバーにヒッチパス、真横に近い前パスを通し、そこからキャッチアンドランさせました。これに応えワイドレシーバー見事に前進して攻撃権更新です。 CA コルベッツファースター。CA コルベッツ自陣38ヤードからファーストアンテン。パス成功。今度は中央付近に走り込んだワイドレシーバー44番にパスを通しまして、約9ヤードのゲインとしています。CA コルベッツワイドレシーバー44番はタイトエンドの西原、久留米大学出身のルーキーです。CA コルベッツセカンドダウン残り1ヤード、ボールオンは自陣47ヤード。さあ、ここでランプレーによる突破を図りました。何枠失礼しました
14番が中央突破試みましたが攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。14番は松田、立命館大学出身。CA コルベッツ、サードダウン残り1ヤード。これはユニコーン、ナイスディフェンス。この距離を中央へのランプレーにより突破を図りました CA コルベッツ。しかしそれをユニコーン41番が見事にタックルしまして、このランプレー3ヤードロスを奪いました。コルベッツ41番は清水、福岡大学出身のプレイヤーです。CA コルベッツ4サン4プレーをします。ギャンブル4ヤード前進試合と攻守交代になるこのギャンブルを敢行します。ここで CA コルベッツはオプションプレーを選択しました。クォーターバックがここで自らキープをする判断をしましたが、しかしこれをユニコーン見事対応し攻撃権更新至らず、攻守交代となります。ターンオーバー。これにより攻撃権はユニコーンに変わります。攻守変わりましてユニコーン、相手陣47ヤードからファーストダウン10。今度は CA コルベッツナイスです。ユニコーンここでランプレーによる突破を図ろうとしましたが、そのランプレーを CA コルベッツ57番が見事なタックルをしましてノーゲインとしました。素晴らしい反応をしたのは57番森山、福岡教育大学出身。ユニコーンセカンドダウン10、ボールオン相手陣47ヤード。今度はブロッカータイプのフルバックに戻せ中央突破、失礼しました。クォーターバック11番がオプションフェイクで自らキープを展開しようとしましたが、このランプレーやはりコルベッツ対応しまして約3ヤードロスを奪っています。ユニコーンハーフウェイからサードダウン13の状況に挑みます。さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。裏をつくようにランニングバック5番、中央突破を図っておりますが攻撃権更新にはしかしわずかに至っていないようです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてユニコーン0点、CA コルベッツ0点で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。